田定蔵さんは人と人がうまく付き合っていける人間関係を作ろうと障害の垣根を外そう会を作り、中学生と障害のある同じ年頃の子どもの出会いの場所を作りました。この会は八回式で班を決め、自主的な班活動をすることから始まり、バーベキュー大会、バザー、体験発表会、そして閉会式という年間計画のもとに行われています。こちらにお名前を書いていただけますか。今皆さんなんかちょっとこう不安な気持ちでね、初めて出会ったわけですから、それは不安ですよね。しかしその不安も今日一日のうちに必ず私はなくなっちゃうんじゃないかなと思います。というのは、この障害の垣根を外そう会、あそこにこう障害の垣根を外そう会、これは障害者と健常者との間にある垣根を外そうということで、名前が付けられたんですけど、それは必ずしも障害という垣根ではなくて、心の障害の垣根を持ってるかもしれないんだね。だからそれを外してしまうと人間っていうのはね、本当に嫌なやつだなとかね、おっかなそうに見えた人でもね、実際によく話をしてよくお互いに心を開き合ってみると、実は本当にいいやつだったりするわけです。ですからこの障害の垣根を外そう会でまず皆さんにお願いしたいことは、自分のこの辺に何かちょっと垣根があるぞと思ったら、その垣根を開い、つまり心をね、開いていただくことだと思います。で、私外に出ても結局親が解除して、もう外に出るようになっちゃってるんですけど、もうそろそろやはり中学になって、その親と離れて、そのお友達同士との関わり合いをね、求めてほしいなっていうことで、昨年お願いしたんですけど、やっぱりこう班活動が楽しいな、行きたいなっていう気になってもらわないと困るわけで、やっぱりリーダーも頑張ってるんでしょうけれど、そこまでなかなか持ってくってないの容易なことではないんですよね。なかなかそういう意味で一つの班がこううまく運営されていくってことは難しいわけで、そういう意味でそのご期待に沿えなかった部分がね、あったんじゃないかなというふうに思っております。今までずっと自閉症の子供についてもですね、母親任せ、家内任せだったんですが、やっぱり大事な時期でもあるし、親としてもいろんな形で健全な育成をですね、交互にその交流の中で育っていくことが重要だと、こういうことで、その次男にの気持ちに感動してですね、この会に今日初めて参加させていただきましたですね。うちの弟がちょっとあれ心身障害者で、心身障害児で自閉症にあれなってて、しんちゃんしんちゃんとか言われたりなんかしたりしていじめられて、それで僕も現にいじめられて、そういうことで垣根を外そう会に参加しようと思ったんです。趣味は趣味おじさんの朗読が下手かもしれないけれど、イメージが皆さんに分かっていただける。生きてるって素晴らしい、青空の果てまで続く夢を見た、この素晴らしい地球に生まれ、喜び分かつ仲間の声に手を振りながら駆けていく。昨日までは顔も知らない君だけど、涙が出るほど笑い合う。ああ生きてるって素晴らしい、ああ生きてるって素晴らしい、悲しみをこらえて生きる顔と顔、でも素晴らしい地球に生まれ、希望の朝に仲間を呼べば声高らかにこだまする。
昨日までは一人寂しい僕だけど、あなたと出会って語り合う、ああ生きてるって素晴らしい、ああ生きてるって素晴らしい。昨日までは顔も知らない僕たちが互いに両肩叩き合う、ああ生きてるって素晴らしい、ああ生きてるって素晴らしい。今まで私は障害者という言葉自体に先入観を持っていた。でもそれは全く違っている。みんな生きるっていうことに懸命になっている仲間だといったような強い気持ちが湧いてきた。だから手助けっていうよりみんなして生きていくといった心が、いろんなことを分け合いながら一緒に生活していくっていう気持ちが私の中で強くなってきていた。少しキザだけど、これから先こういう気持ちがより多くの人たちに伝わっていってくれたらと思います。自分も垣根を作ってて、あれ作ってたんですけど、やっぱりこういうことがあったりなんかして、そういう反集会や発会式、いろいろなことがあって、自分で垣根は外せたと思うんですね。私がやった10年前、本当に一期で短い間1年間だったんですけれども、それから今10年経つと、なんていうか自分の理想っていうのがあったんですよ。10年前に入った時に、障害者の方に自分の接し方っていうのを変えていきたいっていう理想とか、いろんなものがあって入って1年間やって、考えてみたら、そうやって悩まない、悩むきっかけもない人たちっていうのは多分たくさんいると思うんですよね。で、まあ駅とかで障害を持った方が歩いてるのを見て、そういうふうに悩むだけでも、悩むきっかけを与えてくれただけでも、まあ、あの1年間って良かったのかなって、まあ、10年目ですけど今になると思うんですけれどね。そしてこれから未来に向かってロケットを飛ばしたいんです。積み重ねていって、そしてそれがやっぱり人生の元になるんじゃないかというふうに思います。そうですね、はい、あの勉強は勉強で必要ですけれども、自分でこれから一生生きていくのには一体何が元になっていくかというと、やっぱりそういう体験したことを一つ一つ、それがあの礎になっていくんではないかと、こんなように思いますので、はい、ぜひ我々も進めていきたいというふうに思っております、はい、一つあのまたいろんなことをこれから始めると思いますので、視聴者応援していただきたいと思います。頑張ってください。みんなね、これが最後じゃない、実はこれが出発なんだよ。みんながこれから大きくなって社会に出て、社会の中でこういう状態を作ってほしい、なかなか難しいかもしれないけれど、一つ今日の日のことを忘れないで、みんな頑張ってねって言ったのを、今改めて思い出しました。Thank you.
必要です。で、次なる素敵なメロディー、必ず新しい風、新しいウェーブが起こってくると私は確信いたします。